堺市長選挙は日本維新の会の公認候補が当選確実。一方で東京都の大田区都議補選では次点惜敗。日本維新の会の勢いは止まったのか、それともまだまだあるんでしょうか。はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願いします。6月の5日のこちらは月曜日に収録しております。昨日、各級選挙が行われまして、日本維新の会からは4名公認候補が戦っておりました。で、一番、ニュースになっているのが堺の市長選挙。こちら、いわゆる01当確ということで、20時には当選確実が出てですね、時点の相手に大差をつけて、長藤秀樹市長候補が、市長が2期目の再選をさせていただきました。ご支援誠にありがとうございました。そして千葉の市原市と埼玉県の蕨市でも日本維新の会の公認候補が市議会議員選挙に1名ずつ当選をしたところであります。で、一方で私も所属をする東京維新の会が力を入れていた大田区で行われた都議会議員補欠選挙は、2区に対して日本維新の会の細田澄夫候補は時点で惜敗という形になりました。こちら我々の力不足を心からお詫びをしたいと思います。で、この結果を受けて、日本維新の会のこの勢いは続いているのか、それとも止まってしまっているのかということで、いろんな分析が行われているわけなんですけども、都議会議員補欠選挙は2枠の争いでした。なので、2枠というと、大体、第1と第2とが取っていくので、そもそも厳しい座組ではあるんですけども、それでも今の勢いであれば、維新が番狂わせで1議席取るんじゃないかと言われていたわけですね。で、結果としては、1位が立憲共産党の支援を受けた森愛さんという方で4万8000票余り。で、2位が自民党の鈴木さんで4万票余り。で、3位に維新の3万363票。で、4位が都民ファーストの会で2万票余りというような形になったわけで、ありまして、時点で、自民党までは9900票差、1万票以内まで迫ってはいるんですが、完敗ということになったわけであります。で、これは見方としてもちろん、我々が勝つつもりでやってましたんで、非常に悔しい結果であるんですけども、今この試合を考えると、次につながる、勢いがまだ止まってないという結果だったかなと、私個人は受け止めてますし、今日いろんな方の話聞きましたけども、やっぱり維新は惜しかったとか負けたけど、勢いあるねという評価が多いんじゃないかなというふうに思います。先ほど申し上げたように、今回ちょっと公明党はね、いろんな事情があっておそらく寝てたんだと思いますけども、自民党で、そもそもこの大田区は、平正明さんというですね、結構選挙に強いと言われている自民党の衆議院議員の地盤で、都議会議員も2名、時には3、多いとか3名、都議会議員を輩出してましたし、前回の衆議院選挙でも、平衆議院議員、自民党の衆議院議員はダブルスコアで、その相手を任しているというような試合だったと。そして今回、もう一人の、野党の、立憲と共産は、2党がですね、相乗りしていると。立憲共産という座組でやっていると。いう中で維新は単独でやっていて、しかもいわゆる第三極と言われる改革勢力としては、都民ファーストの会も出てますので、この改革、票は割れてるという状況なわけですね。その状況にも変わらずこの自民党と1万票差以内まで迫った。しかも立候補表明は一番遅くて。で、この他の3名の立憲共産の方、自民党の方、都民ファーストの方は、もう選挙の常連と申しますかね。それぞれですね、都議会議員選挙にも出たことがある、古参の、候補に対して、我々も完全な新人、もう全く未明の完全な新人が、告示日前の3日前ですかね、に記者会見をして、活動を始めて、わずか短期間でこの3万票取れたと、いうことでありますから、もちろん、この勢いから考えたら取りたかったところではありますけども、そうした中で、この強いと、大田区では比較的地盤が安定している、支持層が多いんじゃないかと言われていた、自民党に1万票差以内まで迫り、そして、都民ファーストの会、同じく第三局の中で、東京都内では、正直やっぱり私たち公人を配置していた。もう前回の都議会議員選挙の時は、橋にも棒にもかからなくてですね、都民ファーストの会が30議席以上を獲得する中、維新の会1議席に留まっていてですね、東京で第三局、改革保守政党といえば、残念ながら維新より都民ファーストという評価が、2年前の都議選まではあったわけですけども、それについては、完全に逆転したと。都民ファーストの会にも1万票弱の差をつけて、時点、ということでありますから、そうした客観的な情勢を考えると、次につながる結果だったと思いますし、この来たるべき2年後には都議本選もありますし、衆議院解散総選挙あれば、大田区は今回2つに選挙区割れるわけですけども、日本維新の会は、候補はですね、今回は、もし立憲と共産党は今回都議選は1つでやったわけですけども、ここが割れたりとかですね、そして自民党公明党の関係もぎくしゃくしたままであれば、これ日本維新の会、チャンスがあるんじゃないかと。都民ファーストの会もね、ちょっと国政どうされるかわかりませんけども、やはり国政政党ではないという点では、都議選よりさらに、やっぱり日本維新の会の方に、
一日の長があると思いますので、まあそう考えるとですね、この東京都内における衆議院解散総選挙、私はね、この勢いまだ止まっていないというふうに思いますし、そのご期待もいただいているというふうに思いますのでね、まあもちろん油断することなく今回の結果は結果として真摯に受け止め、力不足は分析しなければなりませんけども、まあ、やっぱりこの全国的にこの維新の勢いまだまだ残っていると、そして東京都内でも自民党、立憲共産党を突き崩す、そして第三極の名手として君臨するだけの力は十分発揮できてるんじゃないかなというふうに思いますんでね。まあそういうちょっと自分でも言い聞かせながら鼓舞してるわけでありますけども、まあそうした状況をですね、しっかり背負って、次回の解散総選挙、臨んでまいりたいと考えておりますので、よろしくご指導ご鞭撻とチャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さようなら。